はい、で始まりましたムチェチャンネル。さあ今回はですね2024年第2回英検準1級の語彙問題とそして要約問題見ていきたいと思います。今回ですね英検の語彙対策をするならデタタンということでデタタンさんの提供でお送りいたします。さあどうだったでしょうか。要約問題ですね、まずやってきましたね。形式というかちょっとパターン変えてきましたね。多くの人が予想していたのが、要約問題は、まあ、トピックがあって、そのトピックに対して、いい点が、まあ、2つぐらいあって、で、悪い点が2つぐらいあるみたいな、そういった段落構成で来ると思っていましたが、変えてきました。で、トピックはスペースエクスプロレーション。まあ、トピック自体はよくあるやつです。はい。非常に、コントロバーシャルイシューズと言ってね、賛否両論になるような、そういったテーマを出してくるっていうことなんですが、厄介なのは、第2段落、第3段落に、however で繋いでるんですよね。だから、これがあって、こういう風に言われてる、でもねっていう賛否を、それぞれの段落に入れてきた。なんで、それをどううまくね、要約できたか、ぜひ皆さん、教えてください。こういう風に書きましたとかね、書きやすかった、書きにくかったっていうのもあると思うのでぜひともコメント欄で教えてもらえればなと思います。では今回の単語を見ていきたいと思いますね。デタタン準1級に載っているのは18問中16問収録されていたということですね。2つ初登場があるって感じですね。じゃあ見ていきましょうか。まず1問目 Fictitious 虚偽の、はい、5回目の出題で2回正解ですね。まあフィクションっていう単語を知っている人が多かったと思うのでできた人は多かったんじゃないかなと思いますね。続いて2問目が Classified ですね。この秘密のっていうやつですね。 Secret みたいなやつで4回目の出題で2回正解になっております。もうなるほどね。トイックだとね、クラシファイラーと求人広告とか別の意味で出てくるんですけど、次が vacate、立ち退くとかってやつですね。まあ、evacuate とか、バック系は似てるやつが多いですよね。辞任するなんていうね、意味でも出てきます。5回目の出題で2回正解になってます。続いて、spoil、3回目の出題で2回正解。まあ、これはほら、台無しにするとかっていう意味と、あと今回は、いわゆる甘やかすの方でしたね。人を取ってたね、目的語に。次は disciplinary ってやつですね。いわゆる discipline っていうのがこうしつけるわけじゃないですか。そのしつける、しつけのみたいなね、規律のみたいなんで、子供に処罰与えるみたいな感じだったよね、学校がね。で、これが初登場ですね。1回目の出題で、今回初正解になりました。ちなみにそうです。デタタントフル版が出てて、そのトフル版には収録されてるやつ。次が turmoil。ごった返しちゃうというか、騒動のことですね。タモよ。これも初めてですね。初登場で初めての正解ですね。で、デタタンであれば一級とトフルに収録済みだそうです。続いて、トリアンフ。はい、勝利ってやつですね。3回目の出題で2回正解。続いては、コンベイですね。はい、伝えるってやつね。コンベイ A to B の形で撮ってましたね、今回もね。まあ、だからベルトコンベヤーとかね、この伝えるものっていうのでね、有名ですけど、7回出題されて2回目の正解。出題回数が多い。続いて、オーダー。はい、匂い。2回目の出題で2回正解 100% ですね。 smell の意味になるやつです。続いて densely ですね。3回目の出題で2回正解で、まあ densely populated っていうので出てましたね。あの人がいっぱいいるっていうね。 dense っていうのが、まあ、よく出てくるんですよ。この人口密度のね高いことだから density っていうので、はい、続いて bizarre ですね。はい、 JoJo's Bizarre Adventure でおなじみですね。 JoJo の奇妙な冒険でおなじみなんですけども、はい、strange とかね、変なっていう意味なんで3回出題されて3回目の正解で、次は not。 はい、結び目の not ですね。はい、 K がついてる方ですね。3回目の出題で2回正解。そして次が stand。 はい、これね、誰々 is stand みたいなの有名なんですが、今回 stand silence でしたね。こうシーンっていう感じで、ね、驚いてね。はい、3回目の出題で2回正解になってます。続いて crawl ですね。まあ、クロール泳ぐのは有名ですけど、こう這うやつですよね。でどっか洞窟の中でこう這ったみたいな感じですよね。3回目の出題で2回正解。続いて giveaway。 そう、 giveaway ってね、こうさ、あげる、無料であげるみたいなのが有名なんですよ。トイックでは giveaway って1語で出ることもよくありますね。その無料のサンプルみたいな感じで、今回動詞で出てて、reveal、 この暴露するみたいな、秘密を言うみたいな意味で登場してましたね。3回目の出題で2回正解になる。そして次が live up to ですね。 live up to で、まあ目的語はよく expectations、 はい、期待がよく来るんですけど、今回もそうなってましたね。期待に沿うってやつです。はい、4回目の出題で2回正解になる。で、次が sail through ですね。まあ sail っていうのはこうね、船でこう行くわけですけど、それでこううまくね、こう切り抜ける的な感じで、試験とかでうまくやるみたいなやつですね。だから楽に乗り切ったみたいな感じの意味で出てました。と、これが2回出題されて2回正解ということで 100% ですね。
で、最後が win over ですね。win over っていうのは人を目的語に取るやつですね。こうなんか喋って、それでその人を説得したりだとか、引き込むんですよ。相手を引き込むみたいな意味で使うやつですね。だからこう、心を掴むとかって訳されてもしますね。だから今回オーディエンスだったと思うんですけど、確か。ね、聴衆の心を掴んだみたいなので登場してましたね。こちら4回目の出題で2回正解。はい、ということで、まあ、デッドタンはね、どんどん新しい単語も加わっていきますので、また更新されていきます。さらに、デッドタン、トフル版もね、新発売しているということで、トフル受ける方は要チェックです。はい、それでは実際にデッドタンをやってみようと思います。今回はどれやろうかな？これで。アイドル。アイドル、生きる。ミンゴー。ミンゴー。トランスファー。トランスファー、トイックでも大事ですね。Buzz. バズるとかね、最近言うよね。もともとはブンブン。Grumble. Grumble. 不満を言う。Cling. Cling to. Incorporate. Incorporate はこれ。Wither. Wither 朽ちる。これ。Merge. Merge は。Prevail. Prevail は。Expire. Expire は。Persist. Persist.Eject. Embark. Embark. お、逆が来た。Terminate. Terminate. はい、という感じですね。はい、まあ、トイックにもやっぱり順一は出るやつが出てきますね。うん、で、これらなんですけども、D ボタンを押すとね、なんか D ボタンって言うとテレビのやつみたいですけど、D ボタン、データボタンですね。押すとこういう風にいつ出題されたとかっていうのはね、見ることができるんですよね。この間の英検に出たのあったなーって思った。あ、クリング、そうそう、クリング前回ね出題されてましたよね。今回も出てるかな。で、さらにはこのこういう風にいろいろと検索することができるんですよ。 Google の画像検索だったりとか、今物書き堂っていう辞書にね飛ぶこともできて、僕は物書き堂入ってますから、この iPad にね、そこに飛ぶとこのようにですね、これだとまあジーニアス英和大辞典ですけど、円中にバークは小型補正で船に乗り込むですとかね、見れるんですよ。で、あとはいつも僕が使うのはこのユーグリッシュですね。発音わかんなかった時とか、実際どういう風に使われてるのかをこう動画で見れるんですよね。 Children embark on their journey to school. Or opponents embark on campaigns of mass violence against everyday people. Together they embark on magical adventures.という風に embark on っていう on の形で使うんだなっていうのがわかりますよね。船に乗るだけじゃなくて、あ、何かを始めるんだっていう時にね、いろんな機能ついてきてますからね、この conform。 そう、これ新しいカード機能とかね、 conform。 こういう風に自分でね、カテゴリー化していろいろできるじゃないですか。例えば四角は動詞にしようとかさ、三角は何々しようって言って自分でこのグループ分けして保存することができます、カードに。はい、という感じで、ぜひともデッドタン使ってやってみてもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、受験された皆さんお疲れ様でした。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。